はは、い、さんんこにち村長です。今日はあまり初心者の方がやっていない VCA チャンネルというお話をします。VCA チャンネル、確か聞いたことはあるけどもしくは VCA のことをググってみて勉強をしようと思ったんだけれどもなんかようわからんそんな方もたくさんおられるんではないでしょうかそんな中で一番皆さんが迷うのは バスチャンネルもしくはグループチャンネルとどう違うのかここが一番の肝になります早速 DAW の画面で説明をしていきましょうここに茶色いトラックが5つありますこれはドラムのパラアウトをしてあって左からキックスネアハイハットタムタムそしてオーバーヘッドというふうな分かれ方をしています この5つはここにありますスグリーンのバストラックに音が流れていますここ名前がバス1という名前なんですけれどもちょっとここ分かりやすくドラムというふうにしておきましょうこのように名前は分かりやすくしましょうねそうするとここのどこに送っているかというのもドラムというふうになりました 通常バスチャンネルも作ったことがないという人はこれ全部選択しておいて最初はこのメインという一番右のトラックですねメイントラックもしくはマスタートラックとも言いますけれどもそこに音が流れているわけですここまでのところいいですかここまでがわからなかったらこれからわからなくなりますのでここまではきっちり押さえてくださいね はい、その状態で音が流れますこのように流れるわけですねはい今度はメインじゃなくてこのバスに流しますドラムというところです そうするとここに流れてきますのでここのボリュームを変えると音の大きさが変わりますこんなふうになるわけですこれがグループチャンネルもしくはバスチャンネルのお話ですバスチャンネルにはここにありますように インサートトエフェクトいわゆるプラグインを入れれるんですここまでいいですかそしてこれからが今日の本題の VCA チャンネルです今ここに VCA のチャンネルがあるんですけれども一旦消しますね VCA チャンネルは何をするものかというと各々の,の,のフェーダーをまとめて操作するただそれだけのものなんです ただそれだけのものなんですけどそれなのになんで VCA というのは上級者の人の間で長方に使われているのか普通フェーダーを同時に動かしたい時って VCA を作っておかなくってもこのように複数のトラックを一緒に選択しまして1個を動かせば全部動きますよね。でも、これはその度に、 選択をしないといとけませんじゃあ VCA チャンネルを作ります VCA チャンネルの作り方はいろいろなんですがまずチャンネルを作りますそれを作った後にですねこの VCA に対して音を流す時は各 DAW のやり方は違うんですがスタジオ1の場合こっからここまで選択しておいて このフェーダーの下にこんなのがありまして今作った VCA1 というのが選択できるんですそうすると今複数選択していましたのでこのように全てのトラックが VCA になりましたそうするとこの一番右ですねちょっと分かりやすく赤いトラックにしておきますはいここのトラックの フェイダーを動かすと、はい、このように変わります。でも、ここには音が流れていません。フェイダーをコントロールするだけなんです。ここ、間違わないようにしてくださいね。でも、ここでフェイダーを動かすということは、実際音も大きくなったり小さくなったりします。見ててください。 なんですが、なぜこれが便利なのか、2つぐらいとても重要なお話をします。まずここにある鮮度というのがありますね。この鮮度はここにあるリバーブのトラックに流れています。そうしてリバーブがかかっています。ちょっとリバーブを派手目に上げてみます。 はい「ゴー」というぐらいにリバーブがかかりましたよねこのリバーブの度合いちょっとわざっと強めにかけておきますねこれで今度はバスチャンネルの方のボリュームをいじりますはいまだリバーブがかかった状態になっていますよね「ゴーゴー」だけ言っています それはなぜかというとうこのセンドリバーブこの部分がリバーブに信号を送っているからこの度合いは減らないわけですですからリバーブだけが5555ゴ,ーゴ,ーゴ,ーゴー言うわけですこれが VCA チャンネルでは便利にできるようになっているんですなぜかというとこれも新しい勉強ですこの一つ一つのつつリバーブは 三角を押しますとセンドプリフェイダーというのがチェックが入っていませんということはプリフェイダーではないということなんですいわゆるこういうことをポストフェイダーと呼びますこれが動けばその量が比例してこのメーターがこうやって動くわけではないんですけれども送り量も これにに準じるるという風になってるわけですですからこの VCA チャンネルを使って音を上げたり下げたりするとリバーブへの送り量も自動的に上がったり下がったりするわけですちょっとやってみましょうちょっとわかりやすく強めにはしていますリバーブが強めです はい、強いのは強いなりに落ちていきますはいリバーブもかからなくなってゴーゴー言わなくなりました今度は適正なリバーブ量にしますはいこれで。 VCA のチャンネルを上げていきます大きくなったら大きくなったようにリバーブも大きくなります今度は下げていきます このように音を下げるとリバーブもちゃんと下がってくれるこれが VCA チャンネルのいいところですわかりましたでしょうかじゃあここからもう一つ高度なテクニックをお見せします例えばここには今日は4小節しか作っていませんが仮に3小節目から後ろはサビだと考えてボリュームを少し大きくしたい というようなことがあったとします。いわゆるオートメーションを書きたいということになるわけです。そうすると、このフェイダーをクリックしておきます。すると、スタジオ i One では、左の上の方に、ボリューム VCA という風になります。このオートメーショントラックを作ればいいということになります。小さな手のひらマークがありますが、これをトラックのところに持ってきます。 そうしましたら VCA のオートメーションラインができたわけですここでオートメーションを書きましょう今はオフになっていますがこれをライトというふうにしますそうしまして先頭からやりましょう再生をしますはいサビが来ますので上げます はい、ちょっと微妙ですがこのように上がりましたよねもう少し幅を広げて分かりやすくしておきますこういうことですちょっとポイントが遅かったのでポイントを作ってもう少し分かりやすい上げ方をしますこんな感じにオートメーションラインを描きました ここのフェイダーが自動的に動くようになります。ライトモードからリードモードに変更します。するとよく見ててください。あ、ここちょっと上がってますが、これ下げておきますね。はい。微妙に変に動いたみたいです。はい。じゃあこれでやります。 よくここのフェーダーを見ててください音も大きくなりますはいちょっと分かりにくかったなと思いましたこういう時はもちろんこの範囲をですね選択しましてこれをもうちょっと上げましょう 皆なさんがはっきりわかるようにしますね。じゃあこれで。はい、このように VCA チャンネルのオートメーションができたわけです。まとめてあげてくれたわけですね。最後にさらに便利なことがあります。 こうやって VCA でオートメーションを書いたものはそれぞれのチャンネルのオートメーションに分割することができます。ここで右クリックをしまして VCA オートメーションを結合というふうにします。これね、スタジオワ o n e の翻訳の仕方がおかしいです。これは分割とか分散とかそういうふうな書き方をしないといけないのに。 結合という日本語訳になっていますこれおかしいですけれどもまあこれを選択しますこうするとすべてのトラックにオートメーションのチャンネルができたわけですちょっと展開をして見てみましょう展開するのはこのトラックのところのオートメーションマークこれを押すとですねはいこのようにどれも同じように上がっています オートメーションが各々のトラックに分割されたわけです。右側の VCA トラックは分割したことによってオートメーションはなくなっています。ですから今度は右をよく見ててください。右も見て左も見て子供の信号機じゃないけれどもこちらとこちらの動きをよく見ててください。 はいパラアウトのチャンネルはボリュームが動いたのにこちらは動きませんじゃあこの関係が切れたのかいえ切れていないんですこれは低ければ低いようになるわけです上のオートメーションラインを見てください実線と灰色の線が見えていますこれを動かすとこのように 実際の音は灰色の大きさでなるということですこっちで上げますはい前よりも上げます VCA で作ったオートメーションを各々のパラチャンネルに 分散してくれるというようなとっても便利な機能があるわけですこうなればシンバルだけちょっと派手にしたいなというようなことがありましたらこのチャンネルですねこのチャンネルの部分だけまあこんな極端にすることはないですけれどもこんな風にラインをこの部分だけ書き直すということができるわけです。 一個一個このトラックのオートメーションを個別にやるとなると5回やらないといけなくなりますよね。でも大体の比例したオートメーションは一発でかけるようになりますのでこのようにして作ってそして一部だけ修正をするそんなようなことができるようになるわけです。今日は と、今までやったことのない人には難しかったかも分かりませんが「VCA チャンネル」とはそれなんぞやというお話をさせていただきましたほとんど全ての DAW で VCA はもうできるようになっていますので自分の DAW ででもチャレンジしてみてください。村長スタジオでした。